速稼塾の久保です。今日はね、お金で幸せになるって話をちょっとさせていただこうかと思います。まあお金で幸せになるっていうと、もうねガツガツ金お金を稼ぎ続けて、いろんなセールスをしながらお金を貯めていけば幸せになれるのかっていうふうに感じることがあると思いますけども、そうではないんですよね。まあそうではないんですけども、一つ補足を言いますと、お金を稼ごうと思っても人は喜んだり期待しないとお金を払ってくれないんですよ。ですので、人を喜ばせたり、人に期待させたりとか、人に夢を持たせたり、そういうふうなことができなければ、お金を稼ぐことすらできないんですよね。で、今回話題にしたいのは、どうやってお金を稼ぐかではなくて、お金でどうして幸せになれるかっていうメカニズムなんですよ。それはですね、お金を自分の大切な人にどのぐらい使うかによって、自分の周りを幸せにすることができるから、結果、ああよかったって自分が思えるっていうふうなね、幸せ帰りってやつですよね。まあ、昔からよく。そういうことができるってことなんですよ。例えば自分の彼女とかね、恋人とか奥さんとかに、旦那さんでもいいですよ。何かプレゼントをしようかなと思った時に、お金がなくて300円の予算でプレゼントをしようと考えた時と、じゃあ予算があるんで5万円の間でプレゼントしようかと思った時と、どっちが自由度が広がっているかってことなんですよね。そしてやっぱり分かりやすいですよね。お金を使ったものっていうのはもらった人も分かりやすいんですよ。ああ嬉しいなっていうのが。でも、お金を使わないプレゼントっていうのはたまにはいいんですけども、それが毎回だと自分にお金を使うことが惜しいのかなって感じさせることになるんですよね。だからそうしないためにもやっぱりしっかりとお金を使っていくことが必要だと思うし、例えばね、月収100万円の人が2万円を周りの人に使うのか、月収10万円の人が5万円を周りの人に使うのか、じゃあどっちが周りの人に幸せを与えてるかっていうと、これは5万円使った方だと私は思うんですよね。100万円いくら稼いでいても、それをね、全然お金をストップしちゃって、もう周りの人に使うのは本当ケチしてる。それで周りの人が幸せになれるかどうかってことなんですよ。で、今日の動画の、まあ、結論というか、それまとめになりますけども、私の実例からお話しましょう。で、私が考えているのは、ある店の常連になろうと思ったらね、やっぱ細かい金額を使い続けてずっと通うっていうのも一つの手なんですけども、その店で一番のメニューをいつも行くたんびに頼んでいくっていうこと、そしてドリンクをプラスアルファ余計に1本頼んでいくっていうことが必要なのかなと思うんですよね。例えばこの前もコース料理をね、ランチで2000円っていう店に行ったんですけども、そのコース料理にドリンクが1本サービスでついてるんですよ。でも私は食事中にドリンクを持ってきてもらって、飲み終わったら追加でもう一回ドリンク頼んだんですよね。そしたら、ドリンクはコースに入ってないんですけどっていうから、これ別料金で頼みますからっていうふうにして、プラス3杯その後飲んだんですよ。ということで、コースメニューを頼んでドリンクは1本ついていて、その1本のドリンクでやりくりするのが普通のね、考え方だと思うんですけども、私の場合はいつもじゃないですよ。初めて行った店なんで、よろしくお願いしますって意味を込めて、フリーじゃなくてね、追加でドリンクを3杯頼んで、まあアイスコーヒーばっかり飲んだんですけどもね。そうやってまあ1時間過ごしたってことがあります。これが何を見せるかっていうと、まずね、覚えていただくってことと、本当にこの何ですかね、感謝をドリンクの注文で表現したってことなんですよ。まあちょっとね、これはわざわざお店の人に話したことではないんですけども、要するに何ですかね、一番利益の高いものってやっぱドリンクだと思うんですよ。で、その利益の高くて手間のかからない、まあ私の場合はアイスコーヒーなんですけどね。アイスコーヒーっていうのは別にそのお店で焙煎してるわけでも何でもないですから、ジュースサーバーでジューッと抽出した分をね、持ってくるだけなんで、一番その手間もかからずに粗利が高いはずなんですよ。で、400円ぐらいで単品で頼めるんですけども、原価が30円とか40円のはずなんですよね。まあそうすることによって、まあ私はお金の力でどうこうってわけじゃないんですけども、やっぱこの店が気に入ったよって表現なんですよね。まあそういうことをしていくとか、あとはそうですね、いつもケチってしまっては、なかなかね、難しいなと思うんですけども、やっぱり自分の好きな人とか自分の好きな店にはそれなりに表現をして、一番その人、そのお店とかがね、力を入れてるもの、要するに高いものを頼むってことで一つの表現ができると思うんですよね。で、高いものって言っても飲食店だったら、まあ、せいぜいね、3000円ぐらいまでですから、まあ、5000円のものもありますけどもね。まあ、そうなると、いつもは頼めないんですけども、私はもう外食が極端に少なくなってますんでね、本当に月に1回か2回ぐらいなんで、そういう時に、3000円とか5000円とかを月に1回とか2回使うのはそんなに負担ではないなと思ってるんですよね。普段は、で、自炊してて卵とか漬物ですから、だからそういうバランスを取ってるかなと思います。まあ、飲食店だけではないんですけどもね、やっぱりなんていうんですかね、お金を使うことによって、まあ、事業者さんとかね、店舗の人とかってすごくありがたいな、助かるな、あのお客さんいいなって思ってくださると思うんですよ。安くて使い倒すよりも高くて節度よく帰った方がいいのかなとね、これはまあ私が店舗をやってきた店舗側の都合で、まあ
ものを見てるからかもしれませんけどね、まあ、ちょっと勝手なことを言わせていただきましたけども、そういった意味も込めで私が思うのはね、お金をどう使うかによって自分の幸せ環境を作っていけるのかな、だからどう使うかってことが決まったら足りない分は稼いでいかないといけないなって発想になるんですけども、やっぱりね、稼ぐこと自体は悪くないんですけども、稼ぐことだけでは、まあ、幸せになることは難しいのかなと、稼いだお金をどう使うかなのかなと思うんですよね。まあこれをね、私はコツコツ稼いでドカンと使うとコツコツドカンの法則と心の中では呼んでるんですけどね、このお金についてのことはね、また皆さんからのね、いろんな考えもいただきながら考えていきたいと思いますので、ご意見をお寄せいただければ幸いでございます。まあお金をどう使うか、周りの人にどう表現するかってことだけ今日はまとめさせていただきました。それでは失礼します。